よいしょうまっうまっうまっあー、3 ハロー、ニャホースラマプリーナマサヨレイエーイナマサヨショーダリチョンマゲジャパンイエーイふわちょっとですはい、今日は何食べるんですか。サヤマカンバナナリーフカレーイエーイはい、ということでね、俺はね初めてです YouTube で来るの。あ、そうだね、レンボ。なので今日は2人で手で食べます。お、レンも手で食べる。食べる。マジか。オッケー、じゃあ今日はねバナナリーフ美味しいからね、はい、行ってみましょう。イエーイ。じゃあバナナリーフカレー2つでいいですか。バナナリーフカレー2つで OK です。よし、バナナリーフ。あ、Thank you。 Thank you。 そう、前プライベートで来たことあるんですよ。あ、そうなんだ。はい、めっちゃ混んでて。あ、いつも混んでる。めっちゃ並んでたし。あ、来た。おー、すごいすごいすごい。で、これよ、これ。うわー、はい、楽しみ。で、レン手で食べたこと一応あんの。ないと思う。ある？めっちゃ混んでた時、バナナリーフカレーの。あ、そうだ。あるんだ。ただなんか動画見て、動画上がったじゃないですか。手で食べたいって言って、なんか手で食ってた気がする。マジで。来た。これはマンゴーソース。マンゴーソース。マンゴーソース。甘いやつね。そう、甘いやつ。チリ。チリ、オッケー。じゃあチリ行く。行きますよ。もちろん。タボレ。タボレもかん。早いにタボレもかん。ああ、私はこれ食べれない。あ、そうそうそう。で、マレー語、うまそう、なんか今日、そう、幼稚園タディカの学校の先生に普段の生活をなんか聞くみたいな、うん、今日そういう会があったんですよ。ああ、いや、あ、チャカバングス、チャカバングス、もう、スピー会話は全然 OK。 へえ、そう、先生が言ってました。すごいじゃんね、はい、めっちゃすげえよ。だから全くできんからこれがうまいんだよね。よくね。オッケー。うわ、これだよ。うまそう、うまそう。めっちゃうまそう。わ、いい匂い。めっちゃカレーのいい匂いする。おお。うまそう。いけますか。よし、いけ。じゃあ誰からいこう。これね、こう三本指でこういう感じでこうや。こういう感じで、そう、混ぜて、こういうのも混ぜたら、こういうの。はい、それで、おいしょー。うまっ。うまい。うまい。うまっ。うまい？いいね。じゃあ、そんでも行ってみよう。もちろん。いや、俺はね、こう混ぜて。そうだよ。まずこれからいきます。あ、やっぱさすが YouTuber、 もう手慣れてんねそうですよ、はい。うん、うまうまい、うん、うわ、いいな。うまいわ。で、ちょっとこれはルーちょっと辛いかもしれないですね。あ、レン、ちょっと辛いか。辛くない。あれこのマンゴーソースとかこう混ぜて。あ、そうね、マンゴーソース甘いからね。これ混ぜて。うん、マイルドになっただよね、うん、でも全然手で食べれるね。あ、Thank you。 あ、Thank you。 この赤いこれ何これ。あの人参かなんかだと。でも卵っぽく、なんか触り心地卵っぽいんですよ。マジ。食べてみて。辛くなさそうだけどね。これうまいわ。これ何、中に。わかんないっす。わかんないなんかうまいやつ。これうまい。うん、そうちゃんの結構量多いな。俺もこれぐらいがちょうどよかったかもしれない確かに。まあでも、なんかマレーシアあるあるだけど、なんかめちゃくちゃいっぱい入れてくれるよね。あ、そう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 、ありがたいし。ありがたいけどね。で、美味しい。美味しい。いいね。全部入れちゃえ、全部。これでいけ。これは唐辛子やけど。そう、これはね、あのタボレマカンだから。タボレマカン。はや、タボレマカンに。おお。あの、なんか幼稚園でマレー語はめちゃめちゃいけますと、うん、英語はもうちょっと頑張ろうねみたいな。しょうちゃんと一緒やん。そうなんですよ。マレー語はまあまあ上手くなったよね。普通に聞き取ってくれるし。レンはどうやって覚えてるの、マレー語。
マレー語、幼稚園でマレー語を習ったの。でも日本語話せる先生いるの？いないっすよ。いないっすよ。一人だけっすよ。だよね。はい。で、なんかマレー語の授業と英語、中国語、あとアラビア、アラビックほをやってるらしいですよ。アラビックもやってるの、すごいな、最近。なんかやっぱイスラムじゃないですか。あ、そっかそっか、なるほど。タディカなんで、全員イスラム教。なんで、コーランとか読むのって、全部あるコーランに書いてあるものって、あのアラビア語なんですよ。だから、そうだよ。ユキナさんのビスミラ、ヒルラフマニュラヒムとか、アッラーファクバーとかあるじゃないですか。あるある。あれ全部アラビア語ですから。そうだよね。そう。だからあれを習うらしいですよ。あ、そうや。じゃんけんってどうやってやるの、マレーシアで。じゃんけん。じゃんけん。あー、立って。そう、ほら、ほらね。あーはって言ってるじゃないですか。え、なんて言ったの？なんて言ったの？あーさ。あーさらしい。あーさがじゃんけんぽん。あーさかな？そう。合ってる？合ってる。ほんとに？あーさ。おー、なるほど。あ、あいこは？これ、もう一回あーさ。あいこ、あいこだったらどうするの？もう一回あーさ。あーさ。いやいやいや、もういいって仲良し。何回俺たちそんな仲良しベン、嫌いな食べ物ある？嫌いな食べ物だったらドラゴンフルーツかな。え、ドラゴンフルーツ嫌いな。え、この前めちゃめちゃ食ってましたどっちやねん。キウイみたいみたいな感じで食ってた気がするけど。え、嫌いな。え、いつ嫌いになったの？すごい。あ、めっちゃうまそう。うまそう、あやもこれ。うわー、手に任せー。熱いんでちょっとね。大丈夫だ。出来立てや。ほんまに売ってんの？いただきまーす。あっか。うまっ。うまいよな。これめちゃくちゃうまい。俺あの、あやめちゃん来た時の、あの、皿うどんみたいなのあったやん。もう料理でも忘れちゃったけどさ。あれ、俺、無理だったもん、熱すぎて。いけ。俺熱い食べ物大好きなんですよ。うん。電子レンジないと生きていけないから。わかる。一回日本でお皿に入れて温めるじゃないですか。温めすぎて皿割れましたから。そう、っていうかね、こうやって混ぜることをマレー語でチャンポー、チャンポー。うん。沖縄の方言だとチャンプルだね。そう、沖縄の方言だけど日本語通じるじゃないですか。通じるね。これだから見てる日本人の方に教えたいんですよ、うん、チャンプルはマレー語ですから。で、混ぜるって意味なんですよ、ミックス。そうね。で、あと俺もう一つ気づいたんですよ。おう、これマレー語使われてんじゃねっていうのがもう一個気づいたことがあるんですよ。ほうほうほう。旅の雑誌でジャランってあったんですよ。あ、ジャラン。ありますよね。ジャランってマレー語で散歩とかその出かける、うん、この散策するっていうのがジャランっていう。これもしかしたらマレー語から取ってジャランなんじゃねって思ってるんですよ。なるほどね。どう思います？いや、僕もなんか言われたらそんな気がする。そうっすよね。確かに。はいはいはい。これでラスト一口食べよう。いけ、これガーッと集めて、まあ、いけ、まあ、うーん、おはよう。完食やね。うん、うまかった、うまかった。めっちゃ綺麗。どうですか？うまかった。うまかったですか？もう手が、二人とも手が黄色。まあ、はい、やっぱね、マヤ安定のうまさやね。安定ですよ。パンサーね。パンサーです。パンサービレッジの近くにありますんで、ぜひ来てください。オッケー。はい。それでは、またねー。チャンネル登録、よろしく。イエーイ。